はい、チュッポリーナです。どうも。昨日なんか街角で全然知らないおばさんにね、あなた黒魔術使えそうねって言われました。意味わかんない。僕の心はね、ピュアな恋のホワイトマジックでもうみっちみちね。で、まあクリスマスも近いことですし、この僕のスーパーマジックに磨きかけようかなと思って、おしゃれなウエストビリッジにあるファスビンダーというジュエリーショップにやってまいりました。じゃあもう皆さん行きますよ。ドロン。ここファスビンダーはですね、マドンナやサラジェシカパーカーのようなおしゃれ超一級セレブも御用達の本当に素敵なジュエリーショップなんでね、そこの男たちを聞きなさい。こういうところで彼女のクリスマスプレゼント買っちゃう。こうやってね、ベイビー好きだぜ、まあなんて素敵なの、こういう感じのクリスマスイブを仕掛けるのはあなた。女の子たちもうまい具合に宝石をねだる乙女心を華麗に演じてください。恋のラブマジックを叶える魔法のジュエリー、チェケだ。見て、すごいロマンチックでしょ。デイビッド・プレズリーって人が作ったね、ハートと矢のネックレス。すんごいストレートにね、あの子のハート打ち抜いちゃって、ズドンといって、ズドンと。ファスビンダーのね、ビザンチンラインのシリーズ、王侯貴族のようなデカダンスな声に明け暮れなさい。テクマクマヤコン、テクマクマヤコン、シルクのドレス100枚ちょうだい。磨く前の生の銀で作った指輪だそうです。使い込んでね、こう自然に磨かれてどん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 輝きを増していくらしいんですけども、なんかこう年月とともに満ち溢れる輝き、ちょっと素敵じゃないこれ。チュッポリーナね、今日はうーんと早起きしてルド狩り行ってきました。違います、これはガーネットの首飾りです。分かってますね、その音。4つのね、原石をあしらったこの素敵な指輪、こう無造作に4つ並べた感じ、もうまさにジャスティファイバーラーみたいな。意味が分かんないけど素敵ってことで、もう束縛したい、もしくはされたい、そんなあなたにぴったり。もこれペンダントヘッド見て、ハート、ガンジ、ガラメ、いやもう超素敵。僕の声のマジック、これに決めました。すいません、これ2つ。恋の魔法、あなたは誰に、そして僕は誰に。